せゼロ、スピード、スピード、大胆、よくね、絶対言われてはいけない、エビクの歴史、イエーイ。ついに黒歴史編来ちゃったか。黒歴史編っていうか、初だけどね。この企画やるぜ、もっと売り上げろ、イエーイ。もう言われたから、急にテンションばっかげになってるよ、お前。ちょっと待って、熱すぎる。一回みんな寝ろ、暑いなって一回みんな寝ろ、暑いっしょ、暑いっしょ。いただきます、最強だからお前脱がないって、やめろ、やめろ。はい、ということで FB 黒歴史ということでね、はい、俺たちさ、見てくれてる視聴者わかんないかもしれないんですけど、はい、もう少しで YouTube 始めて2年を経とうとしてるんですよ。あー、そうですね。まあこの2年っていうのもちょっとなんかね、まあこうちゃんと本格始動っていうか動き始めたのはそんなまだ経ってないんですけど、でも YouTube 自体を開設してからはもうちょいで2年経つということで、はいはい、週1とかで集まってたのがさ、今ではもう毎日会ってるっていうね、うん、考えられないようなスケジュールを俺たち今やってるんですけれども、はい、やってるんですけど大丈夫ですか？大丈夫です。なんかこの体にそそられるな。筋肉、筋肉。前に関してはさ、動画をさ1ヶ月に 2,3 本ぐらいでもう何曜日にあげるとかもそんな時に決まってない感じの YouTube 活動だったわけじゃないですか、はい、で、その中で、まあ、編集もね、まあ、それなりにこう今はついてるけれども、うん、前はもうすんごい雑だった、やっぱ、はい、そうだね、今に比べちゃう、そうそうそう、今に比べるとYouTube 始めたてなんだなって分かるような動画なんですけど、俺たちさ最近さ、はい、過去の動画とかってさ見てますか？いやどうしたどうした、なんか詰まったビビっちゃったビビっちゃった、見ちゃった、見てなくて落とされてんのかな。でも俺あれ最近ね、あれ見たな、最近あの YouTube ライブのやつ、最近、これ最近、最近か、これ最近あれだな、最近見たな、最近チャンネル違う、最近か。なんで続かないんだろうね、この後が毎回。で、まあ企画説明なんですけど、はい、まあ、その俺たちね、もう YouTube 始めてもう少しで2年くらいっていうことで、はい、動画もたくさん上げてきました、はいはい、過去の動画見てこれね、笑わないってことできるのかなって思って、いや、つまんないが余裕です。いや、つまんないからこそ、懐かしいからこそ見て面白いっていうのあるなって思って、ないです、まあ、俺らの動画はないね。いけるだって。いや、企画倒れだよ、だとしたら。企画倒れだよ、だとしたら。無理でしょ。笑えないでしょ。じゃあ笑わないでね、絶対に。絶対笑わないよ、自信ある。だって、もう昔の大輝なんてないからね。じわじわ、うまい。成長するにつれてここも成長するんだ。でもここもそうだし、大輝だって昔ここもないからね。あったわ。これは昔からだわ。だから今回は過去の動画を見てもう笑っちゃいけないをやりたいと思います、はい、お願いします。ってことで早速やっていきます、ゲット。それでは参りたいと思います。よし、なるほど、マジで懐かしい。1本目は斉藤さんです。笑っちゃいけないんですよね。そう、笑っちゃいけない。早速斉藤さんの方いきます。はい、はい、ポチッとな。よいしょ、まるです。どうも、パーソナリティの大輝とゆうやとゆうきです。はい、ということで、この3人ちょっとごめんね、ちょっとやば、なんでお前マスクしてるの。お前マスクしてるよ。え、まだこのゆうやギリパーチンじゃないよね、ちょいパーチンになり始めてる。まだ進化前ってことだ。そう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 、懐かしいわ。ねえ、やばいね、サササのマスクだって。祈祷ですからね、元祈祷です。いただきます、できますね、はい、この3人の絵は何か珍しくないですかね。めちゃめちゃね、うん、まあ、今後見ることないんじゃない。そうですね、始めたばかり、今後見ることないんじゃない。まあこの3人なんですけど、もうなんといってもファーストベッドではもう死も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 取りです。笑っちゃダメですからね、ごめんなさい。いや、笑ってましたよ、ほんとに、はい、あれ、誰だっけ、編集してるの。これ、ゆうたです。ゆうたか、これ、ゆうたか。え、ゆうたに視聴は低めだね、ずいぶん、やっぱ。なんか懐かしいわ、ほんとに。初期はこんなもんなのか。しかも、硬っ。マジね、普通に慣れしないよ、ほんとマジで。じゃあ、いきますね。そうだね、笑っちゃいけないから。いや、もう笑うの一回、まあ、じゃあ笑ってたらもうみんな見るんでしょ。
OK、行きます。失敗する？あ、失敗でいくか。失敗でいくか。いきます。そんなにね、エロ。シモ、シモ、エロ。どう、なんで一人だけ違うの？あれ、エロいもん。そう、エロエロ。これはもう、俺おもれー、俺おもれーよこりゃ。お前じゃなかったけどね。お前はおもろくないでしょ。今の全然お前じゃなかったけど。シモ、エロ。おもろくないでしょ。じゃあはい。やって！いって！もってあと2回。はい、いきます。はい。エロいって俺褒め言葉だと思うんだよね。本当に？バカにしてるよ。バカにしてるよ。バカにしてる。エロすぎだもんだ。じゃあということで、もうエロエロエロ、もうエロトリオでやっていく企画なんですけど、今回やっていく企画は斉藤さん女声で男子釣ってみたー。はい。決まってますね。しかもちゃんとフィットしてるやん。はい、何もう大輝がさ、ストッキング食べてるやつ、ね、そう、何遊び心でやってるやばやばスマホでやったべ、編集入れます。あー痛い痛いちょっと待って、俺の神経でも誰が飲んでるか。ちょっと待って、これちょっと突然ごめんね、誰が飲んだ俺ね。はい、正直なくて、別に飲むのはいい。ここからはもうエンジン全開でいきましょうか。続きましていきたいと思います。はい、釣ってるないです。だから俺が中学校の頃おー流行ったね。でも斉藤さんは流行った。斉藤さんは流行ったから、うん、今でもそういうことね。でも俺高島だわ。俺、サトシ。俺、ピカチュウ。はい、そういうことで、じゃあ雑だね。カット雑だね。これさ、えげつないでよ。バーン入れないでさ、きついわ。きつくね、めっちゃ。きつい。やば。きつかった、今。ツッコミないの、きつ。なんか、テンション感で。しかもさ、違う、変なところ割愛するから、いきなりこいつトレンディの話してる。斉藤さんだから、斉藤さんとかしたり、伝わってなかったって。伝わってなかったって。俺らは斉藤さんじゃないからあるから。誰？誰？俺じゃないよマジで。はい、そういうことでじゃあ。俺じゃないんだよ。ブルーチームです。絶対じゃあ多数決するこれは誰が笑ったの。それでもう選ばれた人はじゃあ決まりにしよう。OK です。ゆうきが笑ったと思う人、ね、ゆうたが笑ったと思う人、だいきが笑ったと思う人、ゆうやが笑ったと思う人、これもいないね、これもいなかったね。じゃあラストラスト、ふみやが笑ったと思う人。いただきます。やめてあちょっと見てる方もこんな止まりすぎて嫌だから。確かにそうだね、うん、それでは参りたいと思います。はい、もしもーし。もしもーし。何してるんですか。何してるんですか。今笑ってましたよ。内側で内側で内側で、はい、次何ですかこの今の茶番は。次行きましょうか。どうぞ。そうなんですね。え、してもらってもいいですか。はい。
あのそれ聞いてないよ。いや知ってたけどこいつ天才じゃねえの。カイジ天才だわ。そこ気にしてない。入れようとしてないから別に立ってなくていいよ。なんか止めすぎて疲れたね。左行く。いいよ。結構だめ弱いよ。いやいや、ここにあなたじゃあ行くよ。マジで？はい、続き参りたいと思います。はい。あ、お願いしてもいいですか？ちょっと手を見せて。見せてくれたら見せます。ちょっと待ってね。はい。やばいやばいやばい。やばいね。やばい。待って。あ、すごい。おっきい。え、おっきいですね。いや、まだ全然高くないですね。え、何センチぐらいあるんですか？めっちゃ言うやんみたいな言うてるわね。おっきいですね。全然まだ待ってないよ。いや、モスがやばかった。おっすいやー、あれはえぐいわ。立ってないよ、めちゃ主張するやん、しかも。いや、俺らが初めてモザイクしたときにこれだから。あー、はい、いや、ちょっと止めるわ。あちんやないで。そうなんで、ペラペラすぎます。はい。あ、抜いたね。うち抜いたね、これ完全にね。え、抜いたね、これね。はい、うん、それでは参りたいと思います。はい、どうぞ。全トータル20くらい。何やばい。これやばい。めっちゃでかい。バズーカ。これでかすぎ。バズーカ。全部だったら20。ガチでか。バケモンでしょ。いや、えげつねえわ。いや、バズーカやん。何で比べたらどんぐらいあんの？え、俺多分14。え、iPhone よりちっちゃいでしょ。比べて、ペットボトルの大事。あ、でも iPhone よりちっちゃいかな。やば。え、終わりだね。いや、これ誰が笑ってましたか？今回のね、うん、なんか俺知ってるけど。俺も知ってる。俺も知ってる。ずれさせるけど。え、ちょっともう、おもろすぎて、それどころじゃなかった。テレビで行きますからね。はい。あ、じゃあ俺は、じゃあ審判で見ておきますね。はい。はい、せーの。3対1ですね、フミヤ君です。俺だった？フミヤだったね。ガッツシ。うっそー。ガッツシ。いただきます。あっ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 。結構痛いね。ストレス溜まるわ、マジで。はい、これが本当の企画ですよ、最後。そうですね、こっからね。確かに、こっちが主軸だからね。なに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 、これ今回最後はゆうやたった移動でございます。やばいよこれ。話題ないけどね、逆に。いや、これね、ほんと今からこそ笑えるけど、結構反響すごかったから。これやってファン離れましたからね、ほんとに。これがあれですね、第一次世界大戦。いや、ほんとに FB 史上の第一次世界大戦。これはもう今さ、会場あったまり、あったまりきってるよね。そこもあったまっちゃった。大丈夫、俺のスーパーマンじゃなくていいよね。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。いや、先日の